はいさい。はいさーい。はい、今ですね、はるばる那覇に来ておりますね。はい、うるま市から那覇に来る理由がここにある。もう一回行っちゃって、一回、うん、失敗したんですよ。バクバクステーキさん、実は骨くん2回目、前回来た時はお肉がなくなっちゃう。あ、そうだな。で、うん、でもう営業終了してて、うん、お昼だったんだけどね、うん、で今回電話で予約して、うん、席取ってますので、うん、行きましょうか。ちなみに入り口どこなの？見てわからないんだけど。よろしく。あ、これが入り口？これが入り口。俺壁と思った、これ。引き戸だ。うん。ああ。どうぞ。ノブがない。コツはここ掴むよ。コツはここ。ここ掴む。あ、本当だ。取ってがない。掴むよ。こっちを掴む。ここはね、うん、センベロステーキ、ちょっと今も値上げしちゃってるんですけど、もともと1000円で、うん、ステーキとドリンク2杯付き、うん、それでも安いですよ、1000円で今1200円なんですけど、はい、だいぶ安いです。看板もすごいですよね、うん、はい、ね、インパクトが強い。右とか書いてないからね、うんうん、こことかすごいね。メニュー的なもんね。メニュー的なもんローストポークとかもある。あ、ポークもあるのね。あ、これか。最高です。これです、これ。今ちょっと値上げして1200円ですけど、もともと1000円で。いや、1200円でも安いよ。安い。これも見て、うん。これもだから。これいいね。これも1200円で。ドリンク2杯セット。どちらかで。そうなんだ。あれ、ちょっと今日は多分ないと思うんだけど、うん、これすごいの置いてた。エビと、これ肉が。伊勢エビじゃない？伊勢エビ。あ、よかった、エビ。あ、もうこれ高いよね。これ普通大体いくらぐらいするよ。4000円。4000円、5000円ぐらいするでしょ。これ2000円だったっけ。おー、やばくない。やばい、3000円切ってる。3000円切る、やばくない。やばいよね。やばいやばい。やばいよね。見たことない。うん。ビビるんだけど、エビ1匹の値段ですか、これみたいな。やば。すごい、激安もんですよね。で、お客さんも絶えないところらしいので、だから味もうまいっていうことで。じゃあちょっと行きますか。行ってきましょう。はい。はい、中に入ってきました。はい、ないですね。じゃあすね、すごいですね。メニューがこちら。結構ありますね。サイコロステーキ、そうだね、リブロースステーキ、うん、あら、炙りとかもありますよ。黒毛和牛ですよ。安くない？4貫って4貫食べよう。これ美味しそう ね。やばい、うん、サイコロステーキにドリンクがついて1200円。え、2杯も付いてる。やばくない？ちなみにこの2杯の中にアルコールも入ってるってこと？アルコールも入ってる。え、そう、すごいよね。あちらの他にアルコール、アルコールショートこれ、こちらから2杯選んでたり。あ、ソフトドリンクでもアルコールでもいいってことですか？やばいね、めっちゃ安いじゃん。じゃあ、サメに決まりましたか。じゃあ、サイコロステーキ。あ、これはね、注文しないといけないね。これ、これね、いいですね。これみんなで1個ずつじゃん。これちょっと、あ、いいね、これ1個ずつと、あ、じゃあこの2つ、2つ持っていいですか。じゃあサイコロステーキのセットが3つ、3つと、セット3つ、はい、はい、と、これが炙と1つずつ、1つですね。はい、お願いします。お願いします。安いね。安いですね。すごい、店内落ち着きますね。うん、いいね。カウンター席もあるね。うん、1人でも来れるね。うん、確かに。テーブル席は2つ。あ、近くだった、来るな、こっち、うん、はい、実は僕たち、はい、サイコロ席についてるドリンク2杯ビール頼みました。いただきます。いただきます。先に、いや、久しぶりですね、うん、こういう感じは。はい、乾杯。乾杯。乾杯。いただきます。いただきます。いや、ステーキとビール最高ですね。いや、あら、まだ昼ますかね。最高っすよ。12時です。あ、2軒目いきますか。こちらの6年前、はい、空いてるみたいな、この店は。6年6年間営業してる。営業してる。長いですね。うん、マンゴルさんも来てるわけ。コロナ前って言ってたから4年前ぐらい、うん、結構影響あったみたい。15名の団体が来て、もう15名明らかいらんっていう。で、2階に分けてもいいかって言って、うん、OK、どうしても食べたいからって話で2階に分けて入った。どんだけ美味しいってことだよ、これ絶対よ、ね、で、あと、あるんですか、真帆さんの後は、うん、嵐のように人が来てるんですよね。真帆さんのチャンネルって食べ歩きみたいなところがあるじゃん、うん、だからやっぱり食べ歩きしたい人は見るわけよね。うん、那覇行ったら、ハイサイよりも真帆さんの方が知名度が高い。
あの観光客が、あ、食べてる人みたいな、食べてる人、食べてる人、ラオさんって飲み酔いじゃなく、うん、で自分で写真撮りますよ、うん、写真撮ったら、うん、でラオさん聞き聞かしてから、うん、あ、海星探偵団の酸素の子もいるんですよって言ったら、うん、いや、あーって言って知らんけどな、知らんけどなって、こういうパターンも結構あるんですよ。あ、そうだ、地元に愛されてるじゃん、大野さん。来ました、やったー、最高、ありがとうございます。ステーキスパイス、ステーキスパイス、うん、そう、あ、これつけて食べてねーって言うのね、うん、はい、食べやすいね、切られてるから。あ、これがニンニク醤油、あ、いいね、ニンニク醤油、ニンニク結構入ってる、めっちゃドロドロです。お、いいね、辛味噌入れますか。A1 大好き。あ、そうなの、うん、A1、 いただきます、いただきます。スノーはどうですか。うん、そうだ、柔らかい、柔らかいですね、うん、うまい、うまっ、マジ地元だったら絶対来る、うん、ね、うん、あ、そのままでもうまい、で、玉ねぎ、うん、玉ねぎも甘いっすね。玉ねぎは全然甘いっすよ。ニンニク醤油めっちゃ合うよ、肉に。ニンニク醤油いただきます。めっちゃ合う、じゃあいただきます。おお、はい、いいですね、うん、本当に柔らかそうね、美味しい、うんうん、なんか、うん、普通に、うん、これで2000円しそう、うん、確かにね。150g って書いてるけど、うん、結構ある感じですよね。結構ある、うんうん、ポテトも細長いのじゃなくて、この輪切り、輪切りされてポテトじゃない、うん、最高ですよ、揚げてるね。いただきます。お、じゃがいもか、うん、うまい、あ、ホクホクしてる、これですよ、これ、この分だと、うんうん、あれやばいよ、炙り、炙りやばいな、あれやばいよ、絶対絶対やばい、うん、たまらんね、うん、昼からね、こういう、あの、お肉出してる気分になるけど、うん、最後は毎日ライチこんなだったらね、うん、ドリンク350円でしょ、うん、いっぱいで、うん、ステーキついて、うん、計算が合わないんだけど、うん、僕500円計算、やばいよね、結果暴落、やばいね。さあ、これよ、タケさんの驚きを隠せないと思いますよ、この味は。これはね、うん、通うよ、地元にあったお前時代で、那覇に来たら、ここで那覇に来ることがあんまないんですよね、うん、うん、めっちゃやろかい、うん、うん、うん、でしょ、うん、柔らかいけど、うん、油で柔らかいんじゃなくて、赤身なのに柔らかいから、うん、確かに油身ないんだよね、うん、で、スパイスと食べたらまたこれが、うん、すごいな、海苔の締めに来たよな、こっち、うん、そうだね、うん、いいね、美味しい、これ美味しい、美味しい、肉も全然か、てか、全然安っぽい感じしない、うん、臭みもないし、うんうん、これはてか、これ余裕だな、うん、300いけるね、うまいよね、うん、うまい、うん、なんか、せんべろみたいな感じでついてるから、うん、安っぽいのかなと思ったら、そうでもなく、うん、本当に美味しい、確かに美味しい、うん、紹介したくなくなってきた、ちょっと、うん、ね、混まないでほしい、うん、沖縄ソースとかね、うん、A1 テーさんとこれ沖縄、どこ、うん、沖縄しかない、沖縄だけじゃない、うんね、うん、でも、うん、これあれです、あの好き嫌いあります実は、うん、沖縄結構酸味が強め、そう、うん、酸っぱい、でもそれがいいんだ、美味しいよね、うんうん、これ結構アメリカが使うからアメリカ製かなと思って、うん、イギリスだねこれ、これ、うん、あ、そうだね、うん、これ火通したら、うん、酸味が飛んで超で良くなるんですよ、あ、ほんとなの、うん、うん、使うときレンチンする、これ、うん、うわ、来ました、うけー、うまそう、ちょっとこれは目の前、あ、うまそうですね、これ行きました、うわー、やばいやばいやばい、やば、これがしゃぶ、焼きしゃぶ、焼きしゃぶ、いいね、これいいな、目の前で炙ってもらえるの、うわ、これやばいな、美しい、はい、ここですね、はい、ありがとうございます、うわ、これ最高、う
これが、炙り。あ、俺、ステーキ完食しちゃった。いいんです。あ、もう食べちゃって早いからね、うん、いいんじゃない。いいね。いいんすか。いや、どうぞ。好きなのか。しゃぶった。これ入ってもみじおろし何かな。ジュレ、うん、たまらんぜ。いや、回転寿司なんか火じゃない。でもちゃんと酢飯。あ、そうそう、うん、これ食っていいですか。じゃあ、うん、焼きしゃぶ、焼きしゃぶ。これ中に何が入ってるの。もやしが入ってます。もやしが入ってます。もやしを包み込むようにこういっちゃっていいですか。ガッツリって感じ。よし、いただきます。炙ったて、いただきます。絶対うまいだろう。うん、とろけますか。めっちゃとろける。うまいね。恐ろしい、これ炙りの香りもすごい。すごい、すごい、うん、これもなんかペロンといけそうだね。うん、余裕だな、うん、あと5個ぐらい注文する。5個、うん、すぎだわ、うん、いいね。いいっすか、僕も、うん、食べてる、うん、ちょっと和牛してる。とろけます。お、和牛、和牛してる、和牛、和牛してる、うん、おすすめだから、ね、うん、おすすめ。ビールも2杯になりました。いいですね。2杯目、2杯目、どちらです。もう帰ったら寝ます。よてくさん、これ食べてみて、うん、食べていい、うん、お客さん入ってきました、ね。しかも、はい、今入ってるお客さんにラストらしいです。あ、ありがとうございます。今それ、よろしくお願いします。和牛ってすごいな。すごいね。うん、嬉しいよね。とろけるんだね。うん。本当に700円だよ、うん。刺身と変わらないぐらいとろけるじゃないですか。大トロだよ、大トロ。これやばいよ。これはもうあるじゃないですか。うん、ヨッタケさん大好きですからね。これ、これ最高のコラボですよ。もやしもらっていいですか。うん、炙り最高。うん、炙り最高。最高だね。炙り乗ってるまって意味あるんだな、本当に。うん、来たね。モーリーも首振った。味付けシンプル、塩コショウだけども、うん、すごいよね。すごい。いや、お酒に合うんじゃないですか。最後、長いです、これは、うん、でもお酒飲むときにご飯がないからいい感じだね、うん、お酒に合う、うん、いったてさ、黒毛、うん、和牛炙り寿司、うん、いきます。オレンジってやつ、なんかもみじ、ね、もみじらしい、うん、もみじか、うん、素敵。黒毛和牛フェアってことは時期があるんだ。かもしれんね。うん、どこに書いてあるの。うちもフェアとか。あ、これ、うん、じゃんぽんフィーバーチャッピー。どこまで行くのか。最高ですね。いやー、お疲れ様です。ありがとうございます。いや、なんかね、いやうますぎてびっくりしたね。マジでびっくり。クオリティが1200円だね、うん、これもこれ700円、これ700円は、うん、ちょっとビビるぐらいうまい。あ、いや、2店舗展開、うるましぜひっていう感じ。うるましの推し、やりましたね。はい、行きますか。サムでした。ごちそうさまでした。はい、今サムネです。バク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 、多分バクバク食ってほしいと思う。うん、多分、うん、オッケー。